心霊スポットファイル561。ホテル青い鳥。ホテル青い鳥とは静岡県富士宮市にある心霊スポット。以前ここで殺人事件が起き客足が途絶え廃業になった。廃墟内に実銃が落ちていたという噂もある。殺された女性の霊が彷徨っていると言われ女性の霊や人影が目撃されており声だけ聞こえてくることもあるという。心霊スポットファイル562。話トンネル。話トンネルとは静岡県藤枝市にある心霊スポット。正式名称は宮ヶ沢トンネル。ここでは死体遺棄や自殺があったそうだ。トンネルを抜けた先にある小屋では女の子が自殺したという噂もある。また上部の鉄骨バーで首吊り自殺があったと言われ無数のお札が貼ってあるという。トンネルの中から複数の顔が覗いている。男の叫び声が聞こえたという噂がある。心霊スポットファイル563。日本平パークウェイの歩道橋。日本平パークウェイの歩道橋とは静岡県静岡市にある心霊スポット。かつて遠足に来ていた女子小学生が車に轢かれて亡くなってしまったそうだ。少女の親が二度とこんな悲しい事故が起きないようにと歩道橋の建設を志願したという噂がある。しかし少女の霊が静まることはなくこの辺りでたびたび目撃されている。さらに交通事故も多いため少女の霊が事故を誘発させているという噂が流れている。心霊スポットファイル564。下田富士屋ホテル。下田富士屋ホテルとは静岡県下田市にある心霊スポット。詳細は全く不明でいつ開業したのかすら解明されていない。唯一の手がかりとしてホテル内にあるカレンダーが1997年のものなのでその時期に閉業したと予想される。呪われた巫女元38号室では女の声や笑い声が聞こえたり赤いワンピースの女が現れるという。さらに巫女元38号室がある4階では誰かが歩く足音も聞こえてくるという。他にもホテル内に置かれている日本人形が勝手に動いたり触ると呪われるといった噂もある。テレビでも紹介された、心霊スポットファイル565、バンバーナ。バンバーナとは静岡県富士宮市にある心霊スポット。生活が苦しくなるとおばあさんをこの穴に捨てていたという歴史がある。この穴の深さは20メートルほどあり落ちたら自力で這い上がるのは難しい。老婆の霊が現れる穴から手が出てきて捕まると穴の中へと引きずり込まれてしまうといった噂がある。また道中で老婆の霊が現れ家に帰りたいと訴えてくるという話もある。心霊スポットファイル566。人穴。人穴とは静岡県富士宮市にある心霊スポット。富士山の噴火によりできた溶岩洞穴で富士山とその神霊への信仰を行う聖域と呼ばれるべき場所。しかし不思議な体験が多く報告されているため心霊スポットとしての名が広まっている。入り口の鳥居をくぐると呪われる。土地全体に嫌な雰囲気がする。洞窟内が霊の巣窟等の様々な噂がある。心霊スポットファイル567。新田山地。新田山地とは静岡県静岡市にある心霊スポット。新田家、新田邸と呼ばれることもある。以前に一家心中がありそれ以来廃墟になってしまったと言われる。多くの解体業者が解体を試みたが不吉なことが起こりそのまま解体できずにいるという。夜になると、鈴の音やお坊さんの声、子供の声など、様々な声や音がすると言われている。写真を撮ったら顔のようなものやオーブが映ったという話もある。心霊スポットファイル568。旧天城トンネル。旧天城トンネルとは静岡県伊豆市にある心霊スポット。工事中に頻繁に事故がありその犠牲者たちは壁の中に埋め込まれたと言われている。そのため数多くの霊がこのトンネルにいるらしい。走行中の車がエンジンに異常をきたす。窓には無数の手形。バックミラーを見ると女性の幽霊が立っているなどの噂がある。特に大丈夫、と問いかけてくる女性の霊などが有名。またトンネル付近でも武士の霊などが目撃されている。心霊スポットファイル569。錦ヶ浦。錦ヶ浦とは静岡県熱海市にある心霊スポット。自殺の名所として有名。高所恐怖症じゃなくても足がすくむほどの断崖絶壁。周りの柵は低く海を見ようと少しでも身を乗り出したらそのまま落ちてしまうような錯覚すら覚える。ここで身を投げた人数は数百を超えるというがその中には恋ではなかった者も多くいるのではないかと言われている。霊に遭遇する、心霊写真が撮れるとの話もある。心霊スポットファイル570。
ベルデュー富士ホテル。ベルデュー富士ホテルとは静岡県御殿場市にある心霊スポット。静岡県内で最も有名な廃墟ホテル。ホテル内に設置されているピアノは夜誰もいないはずなのに勝手に演奏されるとの噂がある。またそのピアノを弾いてしまうと呪われるそうだ。他にもこのホテルで働いていた客を殺害して自らの命を絶ったボーイの霊が出るという。この霊はホテルに入ってすぐのカウンター付近によく出没するという。ボーイは投身自殺をしたそうで時折人間がどさっと落ちてくるような音が聞こえてくるという証言もある。心霊スポットファイル571。日本 BE 研究所桑原研修所。日本 BE 研究所桑原研修所とは静岡県田形郡函南町にある心霊スポット。人里離れた山の中にその廃墟は存在する。自己啓発を目的とした団体の施設であり大勢の人がここでその自己啓発セミナーを受けたそうだ。この施設からは実際に有名なスポーツ選手や政治家が育っていったという。ここへ来ると気分が悪くなったり、黒い影が見えたり、ラップ音や機材の不具合が生じるなど不思議な現象が数多く報告されている。心霊 DVD の取材場所にもなっている。心霊スポットファイル572。日本坂トンネル。日本坂トンネルとは静岡県焼津市にある心霊スポット。1979年にこのトンネルで火災が発生し7人死亡し2人負傷。173台の自動車が消失するという事故が起こった。トンネル内は数日にわたって炎上し東京と名古屋を結ぶ重要路線が1週間通行止めになった。急にサイレンの音が聞こえる。トンネルの中間地点に到達すると寒気を感じる。真っ黒に焼け焦げた人が立っているという噂がある。特に小雨が降る湿気の高い夜に出没することが多いらしい。心霊スポットファイル573。渦の谷トンネル。渦の谷トンネルとは静岡県藤枝市にある心霊スポット。明治トンネル、大正トンネル、昭和トンネル、平成トンネルと呼ばれる4つのトンネルがある。その中でも明治トンネルには怪奇現象が起こるという。誰もいないはずのトンネルに人の声や笑い声が聞こえるという噂がある。心霊スポットファイル574。浜名湖。浜名湖とは静岡県浜松市にある心霊スポット。静岡一の大きさを誇る。この湖で溺死してしまった少女がいたらしくその子の霊が出るという噂がある。夜に湖に行くとどこからともなくおいでという声が聞こえてくる。さらに近づくと誰かに後ろから背中を押され湖に落とされてしまう。すぐに湖から出ないと少女が抱きついてきて湖の底まで引きずり込まれてしまうという。心霊スポットファイル575。稲取肺隔離病棟。稲取肺隔離病棟とは静岡県鴨郡東伊豆町にある心霊スポット。結核や天然痘、ハンセン病患者などの病気患者を隔離していた。帰りに黒い影が後ろからついてくるという噂がある。他にも体の一部分が消える写真が撮れたり、声が聞こえてくるという話もある。心霊スポットファイル576。千本浜の首塚。千本浜の首塚とは静岡県沼津市にある心霊スポット。武田軍と小田原の北条軍との千本浜の合戦が行われた場所。暴風で倒れた松の木の下から多くの頭蓋骨が発見され地元の人がこれを集めてここに供養したという。夜になると首のない若い武者や火の玉が出るとの噂がある。心霊スポットファイル577。新宿区立足柄学園。新宿区立足柄学園とは静岡県寸東郡小山町にある心霊スポット。ホラードラマやホラー映画の撮影で使われる場所。撮影中にもよく怪奇現象が起きているようだ。白い服の母子の霊が出るという噂がある。心霊スポットファイル578。ポプラ病院。ポプラ病院とは静岡県三島市にある心霊スポット。2015年頃までは建物が残っていたが今は駐車場になっている。少年や男性の霊が徘徊しているという噂があった。廃墟探索に行くと訪問者を威嚇するかのように男の怒鳴り声が聞こえてきたという。帰ろうとすると車のタイヤがパンクしていたりガラスが割れていたことがあったらしい。今でもこの病院の近くのトンネルで男性の霊や子供の霊が目撃される。心霊スポットファイル579。風吹きトンネル。風吹きトンネルとは静岡県掛川市にある心霊スポット。1999年に閉鎖された廃トンネル。女性の霊が現れることで有名。
心霊系サイト関係者の方たちがトンネル内で宴会を始めたところ、いつの間にか見覚えのない人が参加していたそうだ。誰かの知り合いだろうと思い、そのまま宴会は続けられたが、その人間は誰の知り合いでもなかったという。心霊スポットファイル580。ホテル浜山。ホテル浜山とは静岡県加茂郡東伊豆町にある心霊スポット。廃旅館府の名前で有名。僧侶の霊や従業員の霊が目撃されている。ロビーを通ると金縛りに遭う。ロビーで写真を撮ると傘をかぶった僧侶や従業員の霊が映るといった噂がある。